和田まどかって全日本で負けてないもんね、はい、今5連覇やもんね、はい、引退しようと思ったところから復帰しようと思ったそこの線ってどこにあったのか。最初やっぱりもうダメだ悔しい、うん、やめるしかないっていう選択しかなかったんですけど、うん、ボクシングは和田まどかにとって何たるもんですか。そうですね、ボクシングはやっぱ自分にとっては、今日はあの僕にとってすごく楽しみな方が来てくれたんですけど、久しぶりですね会うのは。女子ボクシングの和田まどかさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、もう初めて会ったのってあれ何年前だっけ。大学の3年生の時なので本当に数年前に、ね、僕が赤星と一緒に取材で行かせてもらったんですよね。はい、そうです。あの時がやっとこの女子ボクシングっていうのが前回から競技として認められた時期、はい、でまだこうリオはこう絶対行くんだっていうよりも行けたらいいかなっていう感じだったよね、はい、あの時からずっと目標は東京なんですって言ってたもんね、はいはい、やっぱりそれが本当にダメになってしまった時どうなのかな。やっぱり6年もっと前かもしれない10年ずっとその目標にかけてたわけでしょ、はい、それがダメってどんな風に心が折れるんだろう。なんですかね、なんか、うん、そうですね、人生が本当に終わったんじゃないかっていうぐらいボクシングの他にもあるだろうって感じなんですけど、自分にはボクシングしかなかったし、自分が輝けるところがそのボクシングにあったので、それがなくなるってなった時に本当に目の前が真っ暗になって、しんどかったこの6年って。もう世界選手権で銅メダル取れたり、うん、全日本で優勝できたり、いろんな試合、まあ、成績を残せたことは良かったんですけど、でもそれの過程を得てのオリンピックだったので、うん、もう最後やっぱり勝ちたかったなっていうのは。いやだってね、もちろんいろんなことがあるんです。でも和田まどかって全日本で負けてないもんね、はい、今5連覇やもんね、はい、行きたいね。そうです ね、だから復帰しようと思った。もう次の目標はもう3年後のもうフランスパリに向いてるわけだよね、はい、パリについてどう考えてます。そうですね、今パリに向けて一からまた作り直して、まだ試合がこのない時期なので、今自分がどのぐらいのパフォーマンスができるかっていうのはまだわからないんですけど、うん、でも試合があるその試合に向かってやっていることは、まあ、以前よりも格段と上がっているので、うん、パリに向けての気持ちはやっぱ強いままあります。なるほど。これは女子ボクシングの世界をこうあまり知らない方も多いとは思うんですけど、一発勝負では決まらないんですよね。そうですね、うん、その一発もでかいんですけど、うん、それ以前のやっぱり海外の試合だったり、うん、国内の試合でやっぱり見せておかないと、うん、ちょっとなんかね、こんだけ話して言うのも恥ずかしいしけど、簡単に自己紹介してもらっていいです。アマチュア女子ボクシングで、競技させてもらってます和田まどかです。一応48キロ級で活動させてもらってて、世界で2度銅メダルを取らせていただいているんですが、東京五輪はダメでパリに向けて頑張っている最中です。はいね、なんかよくできましたっていうのもおかしい話やけど、でもなんかね、今笑顔でね、こう頑張って言ってくれたけど、でもやっぱり東京オリンピック行けなかったって、やっぱその言葉がすごくね、やっぱり自分の中でね、頑張って笑顔作ってるなって僕はね、やっぱり感じてしまうんですけど、東京オリンピックのリングでね、もちろん金メダルを取りました、入江選手が取りました、はい、もちろん銅メダルを取った選手もいます、はい、その活躍って正直和田まどかにとってどう感じる。嬉しい、それともやっぱり悔しい。自分は結構悔しいっていうよりかは、あ、じゃあ自分もまだいけるなっていう風に前向きに捉えれたのが、今回やっぱ復帰しようと思った一番の理由かなと思います、うんうん、引退しようと思ったところから復帰しようと思ったそこの線ってどこにあったのかな、自分の心の中で。そうですね、最初やっぱりもうダメだ悔しい、やめるしかないっていう選択しかなかったんですけど、やっぱりいろんな人にすいません、東京出れませんでしたって言った時に、そのまだできるよっていう言葉をかけてくれる方がたくさんいて、自分的にはもうここで終わりだガクンっていう気持ちだったんですけど、いやまだまだこれからだよ、ここからまた強くなれると思うよって言われた時に、これが糧になって練習してまた成長できるんだって思った時に、もう一回踏ん張ろう、進もうと思いました。ボクシングって楽しいですか。楽しいです、はい、面白いんや。それは何だろう、ボクシングが面白いから。でも今ずっとボクシングをやってきて、ボクシング以外何もできないから、どっちなんだろう。自分で言うのもなんですけど、うん、そんなに運動神経も悪くないので、うん、きっと何をするにも多分楽しさをそこで見出してはいたと思うんですけど、うん、やっぱり小学校から空手をやって、うん、そのまま格闘技の流れでボクシングに来て、ボクシングをやるしかないっていう環境もそうなんですけど、ボクシングに恩返ししたいっていう気持ちがやっぱりすごく強くて、東京行けなかった、あダメだ
さよならではなく、パリ目指した先にもしダメだったとしても後に残せる、後輩に残せる何かを作ってから引退したいなっていう気持ちはあったので、やっぱりボクシングの楽しさ、やりたいなって思う人ができたらいいなっていう思いを込めてまだ現役を続けています。そうか、和田窓香っていう選手を見て、あ、ボクシング女子でもこうなれるんだっていう道を作っていきたい、うん、はいはい、今ボクシングに恩返しって言ってたけど、やっぱりボクシングに育てられたっていう気持ちはすごく大きいですか？あります。どう変わりました自分が？そうですね、やっぱ高校3年生ぐらいから本格的にボクシングをやってるんですけど、まあ、大学の時にお会いした時はやっぱりちょっとトゲトゲというか、やっぱ壁を作ってすごい敵ばかりっていう感じだったんですけど、こうやっぱボクシング携わっていろんな人とお話しして、その縁の中で人として成長できる部分はすごくあったので、そういう面でやっぱボクシングにもっともっと恩返ししたいなって思いがあります。ある選手に聞いたことあるんですよ、こう本当にもう世界チャンピオンのね、はい、こう僕とかすごいビビりやったんですよ、高校生、はい、中学生の時なんか街歩いててね、怖い時たら、うわ嫌やなってなったんですよそんなんない？ないですね。ない。やっぱ大学の時とかは、うん、ボクシングしてる和田っていう風に大学の生の方も知ってたので、うん、何もしてなくても少し怖がられてみんなちょっと距離取んねん変に絡まれたりはしなかったで、今プロとしても活動しようとしてるんだっけ？そうです、オリンピックの、うん、プロとして活動じゃないですけど、なんかプロとして活動するってことは自分で応援してくれる人を見つけていくっていうことやね、はいはい、これはどういうふうに自分で回っていくって感じ？そうですね、もう自分で、うん、このジャパンのジャージじゃないですけど、うん、と共にこういう活動をしてて、今パリに向かって頑張っています、うんうん、そこにもう一緒に戦ってくれる方、うん、個人様でも企業様でもいましたら、うん、力をお貸しくださいという形で回ってはいるんですけど、そうか、こんなん聞いていいのかな？でもまあせっかくから言っとこうか、実際どういう形の支援になるのかな？そうですね、自分の場合はその募集としては、まあ、ウェアに企業様のネームをプリントするサイズでいくらって決まっていて、なるほど、所属様だとお給料になってくるので、うん、大きく大々的に載せる方の企業は30万から、うん、その下をずっと探しているという感じです。なるほど、まあ、でもこんなん聞ける機会あんまりないからね。そうですね。じゃあ例えばじゃあ1万円僕が行きますよね、はい、1万円を毎月。あ、そうです。すると1万円だとどれぐらいの大きさってなると、本当にワッペンでズボンの方に清水健じゃないですけど、マジで載せてくれたりとか。そっか、でもそうやってでも活動していく、それもだからほとんど自分でやってるわけだもんね。そうですね、考えて、うん、今まで女子の先輩方でそういう活動をしてきた方がいないので、うん、だから僕たちがテレビで見る、だから僕はね、井岡和人ともすごい、もう本当に中学生の頃からずっと知り合いなんだけれども、もう当たり前のようにトランクスには企業さんの名前がドーンと載る、うん、はい、でも女子ボクシングの世界ではまだそれはない。ないですね。だからそういう面でも和田まどかが女子ボクシング界の後輩たちの道をこう作っていくことが一つのまた目標なのかもしれないね、はい、ボクシングは和田まどかにとって何たるもんですか？そうですね、ボクシングはやっぱ自分にとっては夢を叶える場所かなって思います。自分の中でフランスパリのリングの上の自分の姿ってしっかりと想像できてます？そうですね、今まだ現段階だと東京の時の悔しさもありながら練習しているので、まだはっきり全然見えてないんですけど、これからどんどん明確に見えてくると思うので、しっかり練習積みたいと思います。そっか、ね、でも本当にこうやって久しぶりに会わせてもらって、なんか僕もすっごく嬉しくてなんかこう頑張ってる姿にやっぱり僕自身もね刺激をもらえるし、本当にリングに立ってほしいなって思います。本当に魅力ですけど、僕も和田まどかを本当にいろいろな面で応援していきますので、はいはい、ぜひともまた、ね、遊びに来てください、気軽に、はい、ありがとうございます、はい